今始まるから、5分間はメッセージのコメントの設定だったり、うんうん、スマホの設定をしててくれたらいいかなと思います。それまで勉強してます。はい、設定できたら言ってね。え、誰が設定すんの？ロータンだ。何設定すんの？スマホのコメントが見えるように、うん、うん、Facebook を開いて、うん、入ってる入ってる、古川さんこんにちは、ありがとうございます。ようこそようこそ。今日はずっと午後は勉強してました、ね、試験勉強ってみんなどうやってやるのかな、どうやれば一番覚えられるのかな。猫さんはねずっとノートに、ノートにひたすらこんな感じ書いて書いて覚えて、間違ったらもう一回最初から、また書き直して書き込むタイプでやってます。2問やるから、ロートなんか、ね、鼻歌でも歌っといてそれ難しいわ今57分、あと3分あるからね。あと3分もあんの？はい、それちょっと無理やわ。はい、鬼のパンツでも歌ってみて。わわ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 。ロータン、耳はどこにあるの？耳がかや。見える。うん、聞こえてるの。うん、聞こえてるな。うん、今は大丈夫やで。お、これは聞こえてるんだ、この音はね。うん。いいですね、いいですね。いやー、試験が6月22日にあるんだ、ロータン。何の試験やんの？リターンスクールの、走り養成っていうか、なんかインストラクターになるための試験が6月22日にあるから、筆記試験があるんだよね。うんうん、それを覚えてるの。なんか一個言ってみて、うん、どうやってなんか一番出そうなやつ出そうなやつ、うん、出そうなやつ、一番出そうなやつ、うん、このリターンノート、うんうん、とは何のためのノートですかっていうのもね、うん、この教科書に書いてあって、うん、そう、リターンノートとはまず最初の方にあるからきっと出ると思うんだよね。だったりリターンスクールとはっていうのも、うん、リターンスクールって言っても知ってる人そんないないじゃん。うんうん、ロータン知らんで。知らないの？ロータン知らないの、うん、教えて。リターンスクールとはね、うんうん、リターントゥーヒューマンスクールっていう正式名称、うんうん、あ、これも覚えておこう。おう、うん、大事そうやな、ね、自分で自分のことを知り、うん、自分を愛して自分を大事にする生き方を見つけていくスクールってことなんだね、うんうん、おそんなスクール、がリターンスクール。うんうんうん、猫さん見っけた、それ、うん、その生き方見っけた。リターンスクール行ったからね。おー、変な、うん、リターンスクール行くとそんな生き方、うん、使命だったり志が見つけられて、うん、自分軸ができるようなスクール、そのね、スクールまあまあさ、大切なスクールだよね、あの人生、うんうん、人の人生だったりする。だから、ね、うんうん、いろんなことを学んでね、うん、行かないといけない。多分テストもね、結構なボリューム出るんじゃないのかなって思ってるから、いっぱい今暗記中。
頑張れや。ノータンは勉強するときはどうやって覚えるの、うん、ノータンな、イメージ派やねん。イメージ派、うん、イメージっていうと、なんか、うん、ここどうしても覚えられへんってなったら、うんうん、絵描いたり、絵描くんだ、そっか、うんうん、なんか適当な変なロゴつけたり、うんうん、ロゴ、ロゴ、適当ロゴやないね、ゴロや、ゴロ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 って言うと、ゴロ、ゴロ、ゴロ、ロゴやなくて、うん、あれ、ゴロ合わせって言葉なかった？あ、ゴロ合わせのゴロね。なるほどね。また間違えたよ。え、例えばさ、ギターノートとはっていう問題が出るとするじゃん。うんうん、ギターノートとは、うん、人が自分軸を持ち使命志、うん、ができるようになるエッセンスっていう言葉があるんだけど、うん、自分軸を持ち使命志ができるようになるをのボロ、うんうん、あら、うん、あ、それやったらボロじゃなくて、うんうんうん、なんか自分軸っていう軸持って立ってる、絵描いて、あ、そこに軸を持って立ってる、あったあった、あやあや、うん、で、旗に、旗に使命、はあ、志って書いたりな、うん、あー、なるほど、それを持ってるような絵を描くの、そんな感じや。なるほどね、それがイメージで覚えていく感じ。うん、そんな感じ。その絵見たら出てくる感じ、うん、そんな感じで、うん、19時過ぎたので、オープニングタイトルいきたいと思います。はい、オープニングはこちらだね。よいしょ。人の喜び、我が喜び、レンコン学校 FM、 まもなく開校するよ。学級委員長のまるちゃんです。今日はどんな授業になるのかな。起立、気をつけ、礼。レンコン学校始まるよ。はい、始まりました。パチ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 、久しぶりのレンコン学校になりましたね。久しぶりのレンコン学校、ちょっとリニューアルっていうか、来週からね、毎週、水曜日19時この時間に毎回やっていこうと思うんだけど、リニューアルしてね、だからね、いろいろ変えていこうと思って、まず一つ目の変えたポイントはこの制服、この制服、野菜ソムリエの制服なんだけど、このバンダナとエプロン、あとワイシャツもそうだね。で、この3点セットで毎回配信するときは、メディアに出るときは、清掃していこうかなっていうのが1点目と、もう一つがね、なんだ、もう一つはなんだ、この謎の生物、謎の生物を出していこうかなって思って、毎回来てもらおうと思います。なので、今日のタイトルはこちらですね。テスト配信。来週からの、どうやって配信していくかを、プランをね、公開しながら、打ち合わせしながらね、決めていこうかなと思っています。そんな中ね、自己紹介できるかな？お名前、やっぱり、どんな、食べ物が好きだったり、何なのかっていうのをね、お願いします。はい、はい、お名前はロータンやです。ひらがなでいいのかな、このロータンでね。ロータン出してくれた、嬉しいわ、うん、あー、なるほど。この間な、うん、ソータン言われた。あ、ロとソーがね、なるほど。そうなん、うん、難しいから今ハッキーを思ったけど、うん、出してくれたらありがたいわ。はいはい、ロータンですね。ロータン、ようこそ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 。ようこそ。ロータンは一体誰なんですか。何の生き物なんですか。
レンコンさん、うん、ロタン何の生き物かわからんの？いや、ね、レンコンさんは知ってるよ。あ、よかった、うん、よかった、ほっとした。知らない人が見たら、うん、タヌキだったり、犬だったり、うなぎだったり、何なのかわかんないけどね。そう、なんか。お、大将こんばんは、ようこそ、ありがとうございます。はい、そのロータンは、うんうん、なんか生物学上何なんですか？もう見たら一目瞭然やと思ったからびっくりやわ、その候補の多さに。ええ、いろいろ出てくるよ、もう失礼かもしれないし、おお、わかんないと思うよね。うん、そうだな。うん、カワウソ。カワウソ。カワウソやね。カワウソってさ、うん、どこにいるんだっけ？レンコンさん、それも知らんの？うん、そう、あの千葉県にはいないからさ。おお、うん、なるほどな。うん、ロタンね、川でいる。川で泳いでんね、うん。川で泳いでるんだね。うん。川の生き物ってこと？川の生き物やで。うんうん。どこにいるの？千葉県にはいないけど、動物園にいる。千葉県にいないんか、ロタン、それ知らんかったわ。うん、千葉県には川あるけど、見たことないよ。うんうん、おー、確かにな。うん。うん、ロタンな。イタチとかね、そういうのが見たときあるよね。うん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 。アライグマだったりとか。うん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 。じゃあ、レンコンさんに、レンコンさんに教えてあるわ。うん。ロタンは、うん、初めての、うん、千葉県の、うん、カワウソやねん。千葉県に住んでんの？言ってもった、うん、千葉県にカワウソおったやで。いたんだ。あ、そっから来たんだね。うん、うん、なるほど。どんな川にいるってことは、うん、何食べてんの？川に行ってな、うん、魚取るね。おー、魚ね。うん、あ、じゃあ主食は魚、川魚ってことかな。うん、川魚好きやで。カワウソね、気にしてみよう。うん、川に行けば会えるんだね。うん、うん、千葉県な、ロタにしか会えへんからな。うん、うん、千葉県はね、うん、よく探してな。なるほどね、すごい。ロータンさ、あの川崎スクールにもさ、うん、相棒がいるんだ。おう、うん、ワンコンさんだったり。ああ、ワンコンさん。ワンコンさんだったり、うん、カラスのハッピーだったりね。おお、ハッピー。いるんだね。多分さ、日本全国探したらお友達いっぱいいると思うよね。うん、うん、探そう。ね、これを見てくれてる、ご視聴者さん、リスナーの方もね、もしね、動物がいたらね、ねゲストで出てきたりくれたらいいなと。いいな、それ楽しいな。うん、お、ニュージーランドの池田美希子様、はい、ロータン、うん、魚の頭も食べれるのって、食べるのっていう質問が来てますね。食べるで。食べるで。全部食べるんだ。全部食べるで。へえ、すごいで、あのな、カワウソがな、うん、魚食べる YouTube 見てみ、うん、びっくりするで。なんで？なんでびっくりするの？めっちゃ顔怖いで。顔が怖いの？うん、一回見てみ。うん。真剣に食べてるから怖いってこと？まあそうやな。真剣やな。なるほどね。今度見て、来週感想聞かせてや。エコやなって書いてるよ。あ、なんだって？池田美希子さん。はい。が、頭を全部食べちゃうからエコ、エコロジーのエコだねって。残さないで全部食べるからって。そこロタンめっちゃ大事にしてるね。ミキコ分かってくれるな。ミキコは友達？ロータン、ミキコ友達やで。そうなんだ。ようこそ、ようこそ来てくれてありがとうございます。ようこそ、ようこそ。うん、いいですね、いいですね。ミキコはどこに住んでるの？友達の。ミキコな、うん、ニュージーランド。ニュージーランドに住んでるな。
すごい遠くに友達がいるね。すごいで、ね、今どんなとこでも友達なれんで。へえ、かわしとでも友達になれるんだ、ね、なれるで、今いい世の中やで。あとはね、こんな感じで、顔が怖い、わらわらわらってミキコが書いてよ。ミキコなら知っとるかな。りょうたんは、うん、今日もお魚食べたってこと？あ、お魚食べたで。うん、ミキコがね、動物園のカワウソって、うん、臭いよなって書いてあるけど、りょうたんはどうなの？臭いの、やっぱり。ミキコ友達やのに失礼やな。あのミキコと一緒に寝ることにするわ。ああ、それで、臭くないから寝ることにするの？その臭さを罰ゲームみたいに。それはロタの口からはよう言わへんわ。ミキコに決めてもらうわ。決めてもらおう、ロータね。そうしよう、そうしよう。なるほどね。じゃあニュージーランドにも、うん、いるってことなのかな。おお、ミキコに聞いて。うん、ニュージーランドやロータが行った時ないのに、まだね。ニュージーランドはね、ないねんな。まだないの。ミキコがやめてくれって書いてある、ここにね。やめてくれ。なんでや、友達やんか。いいですね、いいですね。そんな感じでロータは毎週、水曜日この時間に出てもらおうと思うんですね、けど、うんうん、ロータの予定は大丈夫そうですか、うん、毎週。オッケー、よかったよかった。でもさ、来週ってさ、うんうん、月か水、水曜日帰ってくるのか。水曜日ギリギリできるのかな。試験っていうのも、来週22日が火曜日かな、うん、が試験だの。ちょっと会場遠いからさ、そこで、うん、会場やって帰って、次の日帰ってくるんだけど、うん、この川崎に間に合うかどうかがちょっと心配だなと思って。間に合うそうなかったらまた連絡します。またね、フェイスブックロータンにね、一応待機しとくな。ロータン一人でね、ここやっといても構わないんで。あ、ロータンそれ無理やわ。それ無理なんだね。まだ無理や。斉藤恵美子さん、こんばんは、ようこそ。今日からね、ロータンが出てきてくれました。ロータン、カワウソ、カワウソのロータンですね。よろしく。いいです。こんな感じで、ロータンがいつも来てくれますので。あとね、恵美子さん、やろうと思ってるのが、1週間あればさ、みんな YouTube をね、なんだかんだ見てるんだよね。うんうん、で、れんこさんも、1週間で見た一番いい、YouTube の動画紹介をしたいと思うんだよね。ちょっと待ってね、ここで一回。レンコン FM、ロータスコミュニティーズ。わあ。はい、こんな感じで途中で区切りを入れようと思って、今ね、コメント欄があったので、あれだったんで、設定をね、この辺で、途中、よくさ、ラジオでさ、ロータンそろそろ消すか。おい、ロータン。ロータン、さよならか。バイバイ。大丈夫か。ん、ロータン消えてもええで。ね、ロータンはラジオとか聞く？ロータン聞くで。大森さん、こんばんは。ようこそ。あれなんだよね、コメント欄がこうやっといて、うんうん、ね、今打ち合わせしてんな。そう、今打ち合わせしてどうやって表現していこうかなって思って、うんうんうん、で、これ聞こえる？聞こえる。ちょっとちっちゃいかな。ちょっとちっちゃめだけどね、うん、そうだね、ここを消してから、レンクンネフェン、ロータスコミュニティーズ。めっちゃいい声やな。めっちゃいい声でしょ。こうやって切り替えるために、うん、何だろう、今レンコンエフェムって書いた、言ってくれてたんだけど、うんうん、それを間に挟もうかなって。いろんなバージョンがあるんだ、うんうん、こんな声もあるよ。レンコンエフェム。おー、癒されるよね。ね、確かに。まだ4つあるからさ、今日4つ聞いていくよ。3つ目がこんな感じ。
Rankin FM, Rankin FM, Lotus Lover。 おー、かっこいいね。かっこいい。いいね。あともう一個がね、こんな感じかな。Rankin FM。 水の音もすんな。そう、水槽があってさ、そこの音がちょろちょろ。やっぱ水、レンコンって言ったら水がね、豊かじゃないと育たないので、うんうんうん、その辺が水の音も聞きながら、しかもね、今、あ、めぐちゃんこんばんは。ありがとうございます。今ね、間に挟む、なんていうの？このことなんて言うんだろうね。業界用語でなんかあったと思ったんだけど、忘れちゃったんだけど、メインの間に区切りよく、カモさんで言う、せーのいいねって言って次に進むような、途中でこれを挟んで次の話題に振っていこうと思うことをやろうと思ってるんだよね。ほうほう。うん。でさ、この絵が見えるかな？ハスの絵と、恋。が流れるようにしてるんだけど、これも2種類用意したんだよね。うんうん、もう一つがさ、全部聞くんかいって書いてあるよ。全部聞きますよ。今日はね、テスト配信だから、0回目みたいな形だから、打ち合わせしながら、ね、ローターにも知ってもらわないといけないんで、もう一つの、画面がこんな感じも用意したんだよね。綺麗やな。これがさ、ハスの花をデザインした画像なんだよね。一瞬さ、大きくすぎてちょっと分かんないかなと思って、しばらくはこの恋を、恋の方で行こうかなって思ってるのね。恋をメインにして。Rankin FM, Lotus Communities。 いや、いいね。いい子やな。うん。何度も聞けるな。何度も聞けるよね。うん、もう何回でも聞けるよね。Rankin FM, Lotus Communities。 いや、いいね。いい声や。いい声だね、うん。うん。これを挟んでいくっていうのがバージョンアップ2つ目。うん。うん、1つ目がローターでしょ。あ、1つ目がこの制服。野菜ソムリエの制服、バッチもあるんだよ。バッチもこの野菜ソムリエのロゴと、バッチもあるんだよね。キラキラと、あとこの、バンダナ、がバージョンアップしとくね。2つ目がローターでしょ。3つ目がこのRankin FM です。3つを含めてやっていく。みきこが、お花バージョンも、気に入ってくれたみたいで、恋も好きだ、恋とハスの絵も好きだけど花の方も綺麗だねって言ってくれてますね。いいな。あ、いいですね、いいですね。こんな感じでやっていきたいのと、めっちゃ遊んどるって書いてありますね。おい、ね、こうやってニュージーランドとつながれるのがまたいいですね。しかもこの時間さ、めぐちゃんが来たってことは今日水曜日でしょ。うん、うん、ああきっと耳だけで聞いててくれてるのがお仕事中だと思うんだよね。めぐちゃんって美容師さん、レンコンさんのさ、髪ヘア、担当専属ヘアスタイリスト、毎回切ってくれるんだよね。なんで動いてるの？ロータンは。それは音楽に合わせて踊ってみた。うん、踊れるんだね。そう、めぐちゃんな、かわいいな。めぐちゃんも知ってるんだ。めぐちゃんも友達やで。友達多いね、ロータン。いつの間に友達になって。川はどこまでもつながってるんや。なるほどね。本当かな。海でつながってる。海やな、一回海行かなかな。そうだね。あとは歩けるんでしょ、一応カウソー。歩けるね、うん、じゃあ電車も乗れるってことだね。かなり乗るな。まあ、そうに乗れるね。うん、あとはもう一つ番組的に YouTube
のシェアをしたいなと思って、こんなのも用意したんだよね。YouTube の、シェア。うんうん。うんうん。ロータンは一回消したいんだよ。このロータンって文字を。ロータン？あ、ロータンってそういう意味だ。ロータンいつ消えるんやろってさっきから思ってたの。ただロータンの文字を消して。そう。レンコンさん のロゴも消して、よいしょ。こんな感じで YouTube を見た YouTube をシェアして、どんな内容だったかをね簡単に説明する回もあってもいいかなと思って、ほうほう、こんな感じで、あ、今最近1日1回は見てるのはオリエンタルラジオのこのあっちゃんの動画いっぱい、 YouTube 大学ってさロータンあってさ、うんうん、いろんな情報、小説もあるし、ビジネス書だったり、うん、歴史だったりね、食べ物だったり、いろんな情報をね、うんうん、一冊の本で分かりやすく説明してくれてるんだよね、うんうん、短くね、しかも、それをね、聞いてみてどこがポイントだったかっていう、このあっちゃんは一冊の本を YouTube で解説する、うん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 、レビューするっていう YouTube の動画。でもそのレンコンさんはあっちゃんの YouTube を聞いてこれをレビューする、レビューのレビューをしていこうかなっていう番組にしたいなって思ってます。なるほどなるほど、うん、例えばこれ読書術のことについて、あっちゃんが話してるんだけど、うん、そんな中でもね、あっちゃんはね、こんな感じでね、タイトルをぎゅっとここが大切だよっていうのをぎゅっとまとめてくれてるから、ここをね、あっちゃんはタイトル見たり目次見たり、その後に始めて終わりを読んだり、それ一回また目次に戻って、それから重要、自分にとって好きなところ、大切なところを読んで、最後に最初の一人称に戻っていくっていう読み方をしてるんだけど、なぜこの順番にしてるかを簡単に説明をすると、一言で言うと、うん、あのね、早く読めるから、おう、うん、っていう感じで、ロータンも聞きながら、うんうん、YouTube のシェアをね、うん、していく回をね作っていきたいっていう、うん、これがね4つ目の番組化っていうか、毎週アウトプットする場所を、作って、レンコンさんも成長するし、これ気になった人は YouTube 無料で見えるから、もう一回ね自分で折り返し YouTube を見て大切なところを聞いて実践してもらいたいなと思ってるところですね。うんうん、いいですね、大将すごいっすねって。いや、大将もすごいんですけどね、そんな大将もね、こんな風にレイヤーでいろいろ表示されたらライブできるんですよ。こんな感じでライブができるのがレンコンさんの一つのね才能なんですよね、うん、すごいな、すごいでしょ、うん、なんかすごいな、ロータンなんか鼻の上のあたりなんかついてるよね、白い、うん、ご飯粒かいお前や、おかしいな、これ取れるかな、お魚、お魚食べたの、取れたかな、あ、取れた、あ、すごい、あ、もうすでにミキコがね、うん、今のあっちゃん、オリエンタルラジオのあっちゃんの読み方、うん、と私も一緒って書いてあった、うえー、ミキコってすごいな、すごいね、すごいね、そっちの方が早く読めるし、うん、なんだろうな、入っていきやすい、目的を持って読みやすいっていう、うんうん、ことをね言ってるんだよね。いや、めちゃくちゃ面白いからね。一週間で。どんな YouTube を見るか、まあ、わかりません。オリエンタルラジオのあっちゃんだけ。おっと、めぐちゃん。めぐちゃん。そう、ロータン、気になってたって書いてある。めぐちゃん。すごい、めぐちゃんが読んでくれてる。この時間、ちょうど、仕事の片付けなのか、早く上がれる日もあったら、この時間聞けるのかっていう、微妙な時間帯だよね。
めぐちゃんお疲れ様。お疲れ様、今日もね一日お疲れ様、うん、雨大丈夫だったかな。めぐちゃんはバイク通勤って言ってたから、朝、ね、ここに来るときすごく千葉県は曇りだったんだけど、川崎に着いたとき土砂降りですぐ降りられなかったんだよね。うん、うん、で車の中で、西八丈寺の方だったり西東京の方は洪水警報だったりね、ラジオで流れてるぐらいだから、神奈川どうでしたか、そんなに雨が強くなかったらいいなって思いました。今の現在の、川崎の天気を見るとパラパラしてるかなっていうぐらい、そんな天気です、おめぐちゃんが、まさしく、ありがとう片付け中タオルの洗濯待ちって書いてあります、ね、そうなんや。いやタオルいっぱい使うもんね。うんうんうん、うん、ロータンはタオル使うの？ロータン使わんけど、めぐちゃんに会った時は使ってもらうで。合うんだねロータンね。あるで、うん、あめぐちゃんに洗ってもらったら臭くなくなるな。ああそれがいいね。それからミキコに会えばいいんだね。そうするわ、うん、ミキコ。いいですねいいですね。そんな感じで、めぐちゃんお疲れ様って書いてありますね。いいですねいいですね。ここでねコミュニケーション取れるのもいいね。うんうん、なこんな感じで YouTube でしょ、野菜ソムリエ、だから野菜ソムリエのなんか野菜のこともシェアができたらなって思ってたりとかね。うんうん、毎日野菜食べてるからね、こんな野菜食べました、うん、こんな食べ方をしましたとか、こんな栄養素がありますとか、今の旬はこれですねっていう野菜ソミュー的なねシェアもできたらいいなって思ってます。いいな。いいでしょう。でもロータンは魚しか食べないの？野菜は食べないの？たまには食べとくかな。うん、それがいいと思うよ。野菜を食べて。うん、うん、今日のおすすめはスナップエンドウ。ほう、うん、スナップエンドウが今の旬だね。うんうんうん、こうやって食べんの？一番は塩ゆで。塩ゆで。うん、美味しそうやな。塩ゆでで、うん、カロリー気にしなかったらマヨネーズが一番のおすすめだよね、スナップエンドウ。うん、絶対間違いないと思うよね。でもスナップエンドウお弁当とかでもね、料理とも、添えるだけで鮮やかになるから、見た目で目も、目でも楽しめるんだけど、シンプルでご飯のおかずにもなるし、お酒のおつまみになる食べ方もあるんだよね。うんうん、それがね超シンプルなんだけど、一度軽く入れたスナップエンドウを、あの、なんだろう、簡単な表現にすると、スナップエンドウのペペロンチーノ風。ペペロンチーノ？チーノ？ノでいいね。のやな。うん。そう。唐辛子を脇にしてね、ほんと塩とオリーブオイルで炒めるって感じ。うん。と、ちょっとね、塩コショウで、黒コショウで入れたらね、美味しく、いただきますので、オリーブオイルとの相性がまた良くてね。やっぱり、オイルと取ると吸収率が上がったりとかするからね。ビタミン C とかね。しかも、塩ゆでしなくていいね。生のままさっと炒めればいいので、やっぱり炒めると栄養分がそんなに水に出ないから、もっといいんだよ。茹でると、うん。やっぱり水溶性のビタミンが出ちゃうから、もったいないからね。うん、炒めて食べる、焼いて食べるっていうのがね、そのままの栄養が取れるからね、おすすめです。なるほど、なるほど。めぐちゃんもね、スナップエンドウとマヨ大好きって書いてある。マヨネーズはいいよね。野菜とマヨネーズってなんで合うんだろうね。美味しいよな。美味しいよね。お酢と卵。うん。と油だけなのにね。うん。うん。いいですね。お、ミキコがね、スナップエンドウの種は明日植えるよって書いてある。この時期なんだね。ね、そうなんやな。ね、
そうなんだね。豪快くんこんばんは、ありがとうございます。豪快くんもこの時間はちょうど仕事終わって帰ったな時かな。お疲れ様やな。お疲れ様、みんなお疲れ様ですね。この時間で、ね、みんな偉いですね。毎日は仕事して。うん、まあ蓮子さんもお仕事してるんですけど、ロータンもお仕事してるんですか。ロータン、そうだ、これ仕事か。これ仕事だね。うん、お願いします。お仕事中やじゃ、うん、これ仕事にしよう。毎週水曜日ここに出てもらうっていうローターにね。これがいい仕事です、ね、仕事や、うん、いいですね。ローターも友達、うん、パンダだったり怠け者だったり、うん、女の子だったり、なんか友達いる？動物の友達、うん、友達いるで。いるんだね、うん、そっか、そのうちにいつかその友達も出てもらいたいね、うんうん、この間な誘ったら断られたからな、うん、そのうちな気変わるかもしれへんからな、うん、そうだね、うん、いいですね、いいですね。やっぱりねライブ配信で、ね、顔を出していったり、うん、こうやって出ていくっていうのはね、うんうん、一回あれだよね、戸惑うだったり、うん、まだまだ配信だいぶ増えたけどさ、なかなか、まだまだ出てできてない人もいるよね。うん、ロータン、うん、だいぶ今戸惑ってるで、うん、へえ、ロータンも戸惑うんだ。戸惑うわ、これ戸惑うわな。なんで どんなところが戸惑ってんの？なんか何してよとか、うん、今日何すんかなって思いながら、うんうん、こんな感じだよね。そんな感じなんやな、うん。ミキコがね、スナップエンドウの種をまくのはちょっとだけ遅いみたいだね。そうなんか。ニュージーランドでしょ？日本はこれから夏になってくるからさ、うん、いいかもしれないけど、ニュージーランド南半球だから多分逆だよね。これから寒くなっていくんだよね。うん。うん。きっと。きっとな。うん。でも、ちゃんと、なんかビニール囲ったりとかさ。うん。暖かくしてあげたいとか、太陽がちゃんと当たるところにで植えたいとかさ、すればなんとかなるんじゃないのかな。うんうん。うんうん。ここならなんとかなるな。なんとかなるね。うん、そうだね、そうだね、うん。いいですね、いいですね。いやこんな感じですよ。あっという間に30分経ちましたよ、これ。うえー、うん、そうなんや。そう。だいたい、うん、今まではレンコン学校15分。から20分でやってたんだけど、うん、今言った YouTube のシェアだったり野菜のシェアだったりとか、うん、入れていくと、まあ、15分だと結構駆け足なりそうな予感がするんで、時間がさ何分ぐらいがちょうどいい感じかな。そう、うん、それによって内容とかいうのをちょっと短くしたり、うん、長くしたりとか調整、うんうん、しようと思うんだけど、うん、ロータンだったら何分ぐらいの動画だったら見れそう？番組的に。あ、うん、ロータン前の15分から20分は好きやったで。ああ、そうだよね、うん、15分、20分にしとこうか、うん、ロータンの鼻歌シリーズがあるでしょ。で、ロータンの1週間の出来事のシェアとかあるでしょ。おお、うん、そんなんあるんか。あるよね。どんな過ごし方をしてたのかなって気になるしね。ほうほう、うん、あるでしょう。ロータンの会があってもいいぐらいかもしれないけど。おお、友達のミッキー石田さんこんばんは。新しい生徒さん、ロータン、はじめまして。ミッキー石田です。書いてます。今日からね、そう、生徒さんですね。生徒さんでいいのかな、ロータンは。ロータン、学ぶわ、一緒に。一緒に学んでいこう。学んでいくわ。うん。YouTube の紹介とかしていくので、うん、一緒に学んで、うん、で、実践ぜひね、して、ロータン的にどうだったかっていうのね、変化をね、このロータン。ロータン出てきた。そう、ロータンをね、一回出しとこうかなって思ってます。あとはね、告知、いろんな告知をしていきたいと思うので、なんだろう。今来たね、ちょうどミッキー石田さん、ミッキーって呼んでるんだけど、うん、毎週日曜日、夜23時30分から、いつも、
3人でライブ配信しています。もういいですね。ミッキーが速読はロータンができるのって、パラパラできるのかなって。パラパラ、ロータンは本は読めるの？本読めないこともないけど、うん、パラパラの自信ないわ、こんな感じやわ。パラパラ知ってるんだ ね、 いいですね。パラパラ知ってるね。うんうん、そうだね。練習しとくわ、うん、練習しとこう、しとこう、しとこう、うん、そんな感じね。そう、ミッキーたちとも、ミッキー、無職社長、夢の仕事、職業って書いて、無職社長、ミッキー、石田さんと、少年社長のまーちゃん、西八王子スクールのまーちゃん、うん、仙台一海スクールのミッキーと、川崎鴨頭スクールの、レンコン社長、この3人でね、23時30分から、2人とも優秀な社長さん、リアルな社長さん、まあレンコンさんも、速読スクールのオーナーで、個人経営の社長なんですけど、もうベテラン、ミッキーと、まーちゃんはもうベテランの社長さん、一流の社長さんなんで、その辺のエッセンスだったり考え方をね、学べる場なんで、23時30分からもうぜひ遊びに来てください。23時30分からだいたい1時ぐらいでもね、夜中やな、夜中なんだけど、1時からライブ配信終わるじゃん、そっからまたね、うん、終わってからの話もまた濃いんだよね。だいたい1時間とか30分から1時間ぐらい話していくんだけど、いろんな計画したり、こんなことをシェアしたりとかね、する中、今、出てきた、告知していいのだ、いいのかな、告知 しちゃおう、ミッキーたちと考えたシェアがね、どこ行った、あったあったあった、こちらだね、こちら。音楽やると出るとね、Facebook で止まられちゃうから、今度ね、夢かな、夢が叶う紅クジラ団といって、このファンスクール強盗の婚活イベントをやろうと思ってるんですね。わー、うん、独身限定の方、10人10人、男性女性10人10人の限定20人、の婚活イベントをズームを使ってね、やっていきたいと思いますので、7月30何日、6つ、こんばんは、ありがとうございます。そうだね、ミキコは寝てる時間だね。青木さん、こんばんは、いいですね。よく見てる、最近起きてられないよね、って、そうだよね。このアカウントっていうか、Facebook ライブだから、録画で残ってるから、ね、それを見るだけでも全然問題ない。いいですね。こんな感じでやってます。いろんなイベントがあるからね、見に来てください。いいですね。な、めぐちゃんがめっちゃそのライブ、うん、面白い言ってたで。本当、めぐちゃんも見てくれてるんだ。めぐちゃんファンやって。わあ、素晴らしいですね。中里さん、こんばんは。ようこそ。あ、むつもこんばんは。むつもね、川崎鴨頭スクールの生徒さんですよ。うん、だからある意味レンコン学校の生徒さん、今ですね、ここでもう一つ告知をしていくと、8月から本当にね、レンコン学校っていう学校を作っていくっていうか、リアルに生徒さんを募集して一緒に学んだりとか、いろんなところに行ったりとか、自然の体験をしていくのをもっとオープンにやっていこうと思うんでね、うん、レンコン学校の生徒さんに皆さんもね、なっていきましょう。みんな。ね、いいでしょう、うん。そんなイベントもしていく予定ですよ。うんうん、いやー、いいですね。中田さんもこんばんは。今日もお疲れ様です。この時間ね。今日からね、ロータンが、追加になりました。ロータンっていう名前をね、覚えておいてください。毎週水曜日19時から、だいたい30分。伸びて30分。おめどにね。やっていこうと思いますもんね。極力19時オープンしよう。毎週やること。あ、やっていこうと思います。ロータンは何か話しておきたい、何、うん、か質問したいこととか何かありますか？今んとこ大丈夫やで。今んとこ大丈夫なんだね。うん、よかったよかった。
そう、ロータもね、川崎スクールに遊びに来てくれたらいいのかなと。うん、レンコン学校面白そうって書いてある。いいですね。うん、ええな、うん。面白いよ。きっと。面白くしていきますのでね、皆さんもね、ぜひ水曜日の19時、毎回遊びに来てみてください。来てね。ね、そうだね。そんな感じかな。うん、いや、ではでは、この辺でね、今日見てきてくれた、見に来てくれた皆さん、みちこでしょ、大将でしょ、古川さんでしょ、いいですね、斎、うん、藤、さんでしょ、大森さんも来たでしょ、えぐちゃんも来た。えぐちゃん。うん、いいですね。あと、青木さんもいいですね。青木さん。うん、あと、ミッキー石田さん。ミッキー。ミッキー石田さんの本名をね、まだ覚えられない。あと6つ。6つ岡。高市さん6つだね。あとは中里さんね。中里幸子さん、こんばんは。いいですね。で、今ね、河合さんも来てくれました。ありがとうございます。河合さん。うん。いろんな方が見に来てくれてる。ありがたいですね。ねえ、嬉しいですね。こんな感じで。うん、Facebook ライブをして、その後にね、YouTube にこの動画を丸投げしようと思ってますので、ね、同時配信ではないけど、ライブ配信で配信した内容を、YouTube、レンコン学校 YouTube 版を開講しますので、その辺もね、高評価だったり、チャンネル登録をしてくれたら、ロータンが喜ぶはずです。やったーしてーやーあ、わかなちゃん、こんばんは。ありがとうございます。大野原わかなちゃん。今日ね、21時のレッスン、落読レッスンのご予約が入ってるわかなちゃんですね。後で会いましょうね。いいですね。今日も落読レッスン、最後にね、21時をして、楽しく今日も一日お会いたいと思います。ではでは、レンコン学校の来週から始まっていくレンコン FM。Rankin FM, Lotus Communities. を、打ち合わせするミーティングライブでした。素敵な声だよね、これね。何回でも聞きたいの、これね。いやー、いい。Rankin FM, Lotus Communities.いやー、いいね。これもいいよね。これもいいな。まだあるよ。まだあるのか。やっぱいいね。こんな感じでね。色っぽいな。色っぽいね。確かにね。かっこいいし、色っぽいし、いろいろついてくるね。いろいろやな。ではでは、長くなっちゃうんですが、この辺でね。お会いたいと思います。久しぶりだから最後の締めの映像がどこにあるか忘れちゃった。大事やで、これ。大事だね。うん、どこだ、これか。あ、すべては良くなるたびに起きているっていう言葉でね、締めていきたいと思います。すべての理想の未来に。必要なことが全て目の前に起きているんだって思うだけでね、理想の未来になっていきますので、全て良くなるために起きているって、思っててください。さっきのね、素敵なセクシーな声は誰かは謎のままでいきます。はい。レンコン学校の大切な生徒さんの声なのでね、毎回聞きたい方は毎回集まってみてください。では、この辺で終わります。ありがとうございました。またねー。バイバーイ。めぐちゃんもありがとう。みきこもありがとう。